俺たちの歌。はい、どうもヘンリーです。このファン 1.5 周年おめでとうございます。先日の 1.5 周年の生放送はすごかったですね。久しぶりに盛り上がってきました。さて、今回の動画でこのファン海外版の現状を紹介させていただきます。すでにご存知の方がいるかもしれませんが、このファングローバル版が8月19日にリリースされました。皆さん、グローバルリリース直前に事前登録者数がどれくらいいると思いますか？150万人超えました。はい。そして日本版とグローバル版以外にも去年の夏にリリースされた台湾版があります。台湾版も最近1周年イベントが開催されて、いろんな意味で全世界で盛り上がってますね。それだけだと物足りないなと思う方がいるかもしれませんが、このファングローバル版がどれだけすごいかをご紹介させていただきますので、最後まで見ていただけると嬉しいです。先日リリースされたグローバル版なんですけど、日本語と英語だけでなく韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、フランス語、ドイツ語に変更することができます。つまり台湾版の中国語も加えたら、このファンというゲームを9カ国語でプレイすることができます。僕は一応このファンロシア語ユーザーコミュニティに入ってますけど、ロシア語でプレイできるようになった時に、とある方はアニメ関連のゲームをロシア語でプレイできるのがなかなかないのでめちゃくちゃ嬉しいですと言いました。それに一応スペイン語ユーザーコミュニティにも入ってますが、そこもみんな嬉しいよと言ってました。9カ国語でプレイすることができると言いましたが、そこまでする必要あるって思う方もいるかもしれませんが、実はスペイン語とロシア語を使う方は英語ができない方が多いんですよ。で、フランス語もそうですし、正直この中で唯一いらないなと思うのはドイツ語だけでした。例えばスペイン語、ポルトガル語、ロシア語、フランス語とかを母語として使って、英語が全くできない方と実際会ったことがありますよ。なのでこんなにたくさんの言語でプレイすることができるようになって、僕としてもかなり嬉しいなと思います。一応気になるのでちょっと調べてみたんですけど、例えば FGO と馬娘をスペイン語、ロシア語とかでプレイすることができません。いろんな意味でこのファンが勝ち取ったなと言えるんじゃないかと思います。そもそもなぜこのファンという作品がこんなにも海外で人気なのかと思う方がいるかもしれませんが、一応僕が考えた理由を日本人の方々にお伝えしたいなと思います。でもあくまで個人的な意見なので参考程度に聞いていただけると嬉しいです。まずはコムスバアニメの人気から説明します。日本ではちゃんと男としての尊厳があります。アメリカとかヨーロッパでは、例えばとある女性の方が良くない行為を行って、それを指摘するだけで女性差別だ、全ての女性に謝ってほしいと責めてくる極端的なフェミニストがたくさんいます。それをなぜ言えるのかというと、実際僕の親しい友人の中にもいますから。もちろん女性の方なんですけど、幸い日本語ができないので一応動画を見られても大丈夫だと思います。いろいろあってとても関係の近い友達になったんですけど、その方の前ではいつも慎重に言葉を選ばなければなりません。少しでも間違ったことを言ってしまえば大変な目に遭うことになります。でも女性が有利の場合は絶対何も言いません。で、このスバアニメを見た時にカズマの男女平等発言がめっちゃ刺さりました。もちろん日本にも極端的なフェミニストが一定数いると思いますが、ヨーロッパとアメリカでは多すぎるので男性の方にとっては刺さりやすいんじゃないかと思います。次行きます。海外ではこのファンのネガキャンをしている方がほとんどいません。でもそれは海外の方が日本人より民度が高いということではありません。そもそもファンである以上、このスバのキャラをゲームで操作できるだけでも結構嬉しいし、
本当にこの作品の全てを愛してる方だけがやってますので、もし自分がもう時間ないよとか飽きたとかになったら普通に黙って引退すると思います。あとは5チャンネルとセルラン情報提供サイトであるゲームアイでよく言われてるオリキャラ優遇なんですけど、そもそも海外で日本語がわかる方ってあんまりいないので、かつてのこのファン日本語版でやってもストーリーをスキップするか声優さんの声を聞くだけにするか2つしかないんですね。なのでストーリーをそんなに気にしてる方がいないと思います。仮に海外でネガキャンをしたいという方がいるとしましょう。事前登録150万人がいるとはいえ、全世界で人口が多すぎるし、情報サイト、コミュニティ、ファンページとかも多すぎるので、そもそも一人のネガキャンの力で凄まじい効果になるわけがないんです。本当にこのファン大嫌いっていう方でなければ、全ての情報サイト、そして全てのコミュニティに行ってネガキャンをするわけがないんです。なぜなら本当にたくさんの時間が必要ですし、そもそも別の国のたった一つのソシャゲなので何のメリットもないですね。さてここまでは僕の個人的な意見なので、皆さんの意見も知りたいのでコメント欄で教えてくれると嬉しいです。そういえばお知らせというか報告なんですけど、最近はグローバル版配信開始なのでほぼ英語で動画を出しましたが、なぜか日本語のコメントが YouTube に自動的に削除されることがありました。少し前までよく日本語で動画を出してた時にも英語、ロシア語、スペイン語とかでせっかくコメントしていただいたのに、残念ながら自動的に削除されることが多かったです。もちろん僕から YouTube にリスナーのコメントが何も悪いこと書いてないのに削除されましたよって報告しましたが、何の返事もなかったです。たくさんの言語で配信してるって悪いことですかね。改めて最近の動画でコメントしてくださった方々、本当にありがとうございました。僕はこれからもたくさんの言語で配信をしたいなと思いますので、これからもよろしくお願いします。以上、ヘンリーでした。